第5試合5回戦を行います。赤コーナー日本フライ級108番の4分の1、花澤純所属、その名ヒーロー氏。青コーナー日本フライ級111番の4分の3、新生チーム所属、赤根紀明。ジャッジ石川杉雄、同じくリー・チャンロン、レフェリー大沢篤。ムエタイファンの皆様こんにちは。早くも第3回目を迎えましたマーシャルアーツ日本キックボクシング連盟の日台合同興行、1回目は人気者ランボーが待望の初来日、2回目は噂のラモンデッカーの初登場で大きな話題を呼びました。今回が3回目、デッカーが再登場します。ランボーには山崎が再戦を挑みます。解説をマーシャルアーツ日本キックボクシング連盟広報部長山木敏弘さんにお願いします。山木さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回も非常に豪華なメンバー集まりました ね、 そうですね。まずはヤングファイトからご覧いただきます。フライ級の5回戦、赤根則明、緑のトランクス新生ジム対相田博士、花澤ジム、白いトランクス。早くもパンチからローキックへの連携を見せております。相田も上手くなりましたね。そうですね。現在室戸美咲がフライ級のチャンピオンなんですが、はい、まあ、それを福富選手と相田選手、まあ、勢いよく追いかけているということですね。はい。なお4月12日格闘技の祭典後楽園ホール、福富対チャンピオン室戸のタイトルマッチも、決まっております。そのチャンピオンの座を太美とともに狙うこの相田、負けられない一戦です。赤根の方も一生懸命必死にパンチを返していきますが、ローを合わせます。相田パンチを打つ、左のフック、相田博士左のフック、ダウン、赤根ダウンであります。非常にこのフレッシュな面々が揃いましたフライ級戦線。相田早くも手を挙げている。赤根はどうか立てるか、立てません、カウンテッドアウト。相田爆臭、嬉しい勝利であります。いや本当にフレッシュな戦い、そして相田選手のファイトにこう覇気を感じますね。そうですね、元気ですね、見てて気持ちいいです。これで相田選手は10戦して8勝うち6 KO という、いやハードパンチャーぶり見せてくれましたね。そうですね、非常に楽しみな選手です。チャンピオン室戸の持ちますベルトに対しまして、挑戦へのまた歩みを一歩刻みました相田博士選手であります。ルックスもいいし、なかなかこれからが楽しみな選手です。さあ喜びの声を聞いてみましょう。相田選手です。はい、それでは上野の温泉からもビビレーションが来ていました相田選手です。おめでとうございます。それにしましても、赤根選手とはこれ2回目でしょ。前やった時は確か判定勝ちじゃなかったですか。チャンナードの TKO です。それよりもずっと早い1ラウンド、今日はどうでした。前にやった時にもやっぱり赤根選手はガッツがありまして心配になかった。今日の戦いから戦いに行っちゃおうと思って、早い1ラウンドに勝負がついたので、私が見ていて相田選手は右のすごいパンチ、今日はローも出てたと思うんですけど、はい、1ラウンドはやっぱり相手の動きが相田選手といえば、やはりこのリング上で室戸選手でしたって負けてフライ級のチャンピオンの時が飛ばされました。これからの目標を力強く教えてください。もう余計なことをやらないで、練習ばっかり一生懸命やってますので、これから先10年でも15年でもリングに上がることになります。練習だけはもう誰にも負けないようにいっぱいやってます。ルックスもいいし、ジャニーズ事務所に紹介しようとも思うんですが、
あなたにバク転はないんですか。はい、バク転はやらないんですか。あ、そうですね。今度研究しといてください。相馬先生、じゃあおめでとうございました。日本プロ野球の大きに届けられました。総合プロ野球、見事な大会。